こんにちは、中山雅史です。今日は J2 リーグ第10節モンテディオ山形戦について話したいと思います。いやー、やられましたね。山形は監督が変わったということでね、選手の意識も非常に高かったのかなと。自分たちが戦わなければならない自分たちの思いをしっかりとグラウンドの上で表現していたのかなと思いますね。まあそれを受けて立とうとは思っていないにせよ、非常にそのプレッシャーを感じてたのかなっていうのは見てて思いましたね。でまたこれは両チームとも同じ条件だとは思いますし、それを理由にはできないとはいえ、前半、ジュビロは風下にいたんですよね。で山形は風上にいた。その風に乗って前から前からぐーっと、力強いプレスでプレッシャーをかけてきてたんですよね。まあそこにちょっと慌てた部分もあるだろうし、ちょっとしたミスが響いてしまったのかなと。ちょっとしたパスにしてもそれがほんの少しずれることで相手のボールになってしまう、そこからリズムを失ってしまうということにつながっていましたから、そういった意味でもっともっとしっかりとした気持ちの問題もありますし、そのプレーの問題もそうですし、そういうものをしっかりとした充実した状態で臨むべきだったのかなっていうのはすごく思いますよね。相手の攻撃に対して、前線の選手たちのその動きというものが少し少なかったのかな、ディフェンスの面においてなんですけれども、ただポジションは取っている、そこに人はいるっていう形はあるんですけれども、ディフェンスをしてる風なんですよね。ボール保持者に対して、寄せであったり、プレスであったり、そういう動きが少なかったのかなと。言ったとしてもそのプレスが甘いというところですよね。寄せがもっと1歩2歩、そしてスピードももっとスピードを上げて緩急をつけることによって、後ろにそこの行くよっていうスイッチを感じさせるということが大事だったかなと思いますし、1回で終わらない、1回行く、その次出されたところにもう1回行く、1度2度3度多いぐらいまでやれたらよかったんですけれども、1回行く、でもそこで終わってしまうから相手は緩い中でボールがキープできるわけですよね。そうしたらなかなか規制がかかっていませんから、後ろの人間もどこに狙いを持っていいかっていうところがなかなか感じづらい。そしてそこにボール出た時には出てから行くという形になるんで後手になってしまうんですよね。そういうところがどん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 続いてゴール前まで持っていかれたっていう部分が非常に多かったかなっていうのは感じましたね。そういったディフェンスをなくしていくことが必要かなと。そういったことはやはり後ろからの声も必要ですし、全体チーム全体でどうしなければいけないか注意を払って、他にもちゃんと指示が出せるコーチングができるということで、チームとして戦っていくことが必要なのかなと思います。まあ前半はやはり自分たちがやろうとしていたサッカー、まあ組み立て展開の上でもしっかりとボールをつないで攻めていこうというところですね。そこがなかなかできていなかった。始まってからはロングボールをちょっと対応してたのかなっていうのは感じましたね。まあ非常に風下からのスタートだったんで、そういう部分でリスクを犯したくない、そういった意味でロングボールになってしまったのかもしれないんですけど、そうなると中盤を経由することなく、まあ、縦に速い攻撃になっていた、まあ、それは当然必要なんですけれども、1本のロングパスからそういう展開に持ち込んでいるんで、なかなか中盤の押し上げが間に合っていないんですよね。そうなるとどうしてもゴール前に入っていく人数というものが少なくなってしまう。そこにピンポイントでクロスを上げてそこに合わすというものも難しいですし、そこに対する相手のディフェンスの強さもより強固なものになってましたから、なかなかゴールに近づくということができなかったなというのはありますね。まあ1本大森幸太郎がその自分でドリブルで持ち込んでシュートして、ポストに当たったというシーンがありましたけれども、そういうところもちょっと単発かなっていう部分も感じますよね。攻撃に厚みがなかったかなっていうのはすごく感じました。後半になったら自分たちでボールをつなぎながら、そして動きの中で相手を動かし、そこから相手の隙を突くというプレー、攻撃が何度か見られてましたし、そこで点が取れなかったっていうのが非常に悔しいところですね。まあ
後半だけでも3本ぐらい決定的なチャンスあったんですけれども、そこを決めきれない、そこもまた自分たちの弱さなのかなっていうのは感じますよね。心理的なもの、精神的な強さっていうものでしょうね。しっかりとした落ち着いた状態でゴールに向かえるのかっていうところが非常に重要なのかなと思うんですよね。プレッシャーがかかっていなければある程度楽な気持ちで、まあ楽な気持ちでっていうのもおかしいかもしれませんけれども、ゴールには向かっていけると思うんですけれども、やはり 0-1 で負けてる状態、そういうところが絶対決めなければいけない、その中でちょっとしたミスも許されないっていうプレッシャーの中で決め切ることができるのかどうなのか、普通に、ボールにしっかりとこうアプローチできているか、来たボールに対して自分が対処できていれば決められるものなのに、なんでそこ決められないんだって思いがちですけれども、そこに絶対決めなければいけないっていう思いがあることによって力みであったり、あまり振らなくてもいいところで振ってしまったり、そういうものが、どうしても生じてしまうのかな。だからどれだけ落ち着いてそこに自分を持っていけるのか、落ち着いた状態でゴールにこうアプローチできるのか、そこに自分の技術を使えるのかっていうのが重要になってくるのかなと思いますし、まあ失敗はね、非常に悔しいことですけれども、それをまた次の自分の成長の糧につなげていってもらいたいですし、そういう強い選手になっていってほしいなと思います。立ち上がりこそね、いい立ち上がりかなとは思ったんですけれども、相手の勢いに押されて、非常にプレッシャーをかけられる中でのゲームだったのかなというのは感じますけれども、その中で耐え抜く、とにかく失点をしないというね、その強さが欲しいですよね。まあそういうものはこれからもとにかくそういう強さを構築していくべきですし、それがなければやはり上の方にはこういけないのかなと感じてます。まあそれは選手も感じてますからね、そういうこういう試合をね、無駄にせず自分たちの力にするために次にこう使っていければ、次の意識づけに使っていければいいなと思います。次の試合第11節ですか、栃木 SC 戦になるんですけれども、そこに関してはやはり今までやってきたことをどれだけグラウンドの上で出せるのかということが勝負になるのかなと思いますし、そこに向かっていく中でどう自分たちを高めていくのか、ここまで4連勝したことで、いい気になっていたとは思いません。そして試合にもしっかりと臨んでいたとは思うんですけれども、どこかしら油断があったのかもしれないなっていうところもあるんですよね。そういうものを排除して、相手がどうあろうとも自分たちがどういう姿勢で試合に臨むのか、どういうスタイルで試合を貫いて戦うのか、そういうことが重要になっていくのかなと思います。